参ります。後に続け。取引を行いましょう。取り計らいます。我に続け。あ、やっぱり靖国寺狙われるんですよね。わかります。力を貸すぞ。かたじけない。浪岡御所は強行18日です。早いですね。3万4000で来るはずの部隊が解散して再集結し始めましたね。この城、もらい受ける。浪岡城取りました。南部さんどうするんでしょうか。むつ福島からは、魚港にも、月の宮家の領土通らないと、動けませんよね。到着まで3日。石川も3日、走り抜きます。石川城に向かいます。進め！行きます。守り上げ上げで、準拳所パワー使っても、同じなので、ちょっと悩みます。準拳場少し潰して有利になるようにした方が良さそうですね。石川城の下にありますね。石川取ればこちらのになりますが、万が一牢城とか考えて向かわせます。そこ茶屋町ですね。危なかったです。準拳場に合わせます。行きます。ここで大丈夫ですね。進みます。中ば報告いたします。先月の収支です。石川城兵が増えるそぶりもないので大丈夫そうですね。南部さんも兵が減っているのでお城攻めに向かわせます。行きます。進みます。強行12日、兵が100しかいないのに、12日も持つなんてすごいですね。勝つは揺るぎません。もらいましたが、南部さんさらに部隊解散でもしたんですかね。この志、決して砕きはしない。違いますね、これは、撃って出てきたんですね。撃って出てきてくれたというのは、すごくいいことです。東北は、北条一門が総大将なんですね。北条は、東北のお城欲しいんでしょうね。南部さんの2万3800がちょっと気になりますが、進めていきます。強行85日。この城、もらい受ける。かたじけない。ふっふ。南部さんは解散しましたね。南部も二分割になったのでもう兵を大量に集めれませんね。進め。檜山城に向けて部隊を出します。もう謙信に攻め込まれるまで時間がないですからね。謙信は義の人なので攻めてこない可能性もありますが、包囲網の参加してくる可能性は高いですからね。進むのです。とりあえず、南部家を本州から追い出せば、謙信との戦になっても安心です。強行68日。ここに座し、果たせぬと。
報告いたします。先月の収支です。交渉がついています。交渉します。取引を行いましょう。仰せの通りに。ありがとうございました。信繁まで東北陣営に食われていたのか。東北勢に強い武将いすぎでしょ。津軽さんが欲しい。うっこ、津軽さん強すぎるんですよね。欲しい。この統率と体勢、この強さが欲しいところなんですよね。信繁、津軽さんを勧誘してください。綱成を勧誘した時と同じように。ダメでしたね。あ、津軽さん取りの失敗で無駄に期間が伸びましたね。南部さん、軍馬ごときでこうはしません。従属なら考えますよ。野戦は出てきてきてくれましたが、兵数的にちょっと厳しそうですね。適当に失兵しているからこうなるんですよ。あと48日かかりますね。では、檜山城を奪うためにもう一度挙兵します。後に続け。また、部隊が少ないじゃないですか。前衛に武将がいないですからね。2部隊でも、兵数差でなんとかなるでしょ。参る。後に続け。報告いたします。先月の収支。今年の元服武将チェックします。いっぱいいますね。いっぱいいるんですが、秀でている武将がいないですね。戦国さんは使えそうですね。かたじけない。黄色武将が一人、お手紙99枚、もうお手紙だけでどうにでもなるようになりました。部隊数少ないですけどなんとかなるでしょ。なんともなりませんでしたね。負けてしまったんですけど、かなり兵数削れた感じがするのでいいかな。では、もう一回武将もいないですが出します。前進せよ。ごめん、朝廷さん、今は、ちょっと、戦争の関係で、金銭必要なので援助できません。もらい受ける。武将二人おまけ良かったです。あとは北海道2個に本州2個ですね。これなら包囲も落ちても南部は放置できるくらいになりますね。かたじけない。行けるところまで南部軍を追い込んでいきます。手を打とう。出陣するぞ。野戦に出てきてくれると助かりますね。どうせ籠城しそうですけどね。これまで南部に何度も騙されてますからね。そうですね。今回は兵糧戦とか巧みな技使われましたからね。打ち砕くのみ。武将二人おまけきました。久野瀬さん即戦力嬉しいです。かたじけなし。北海道に向けて出陣します。出陣します。
今一度せっかくの部隊集結が解散してしまうかもしれないので近場までにしておきます。お、信玄さんが家臣になってくれるんですね。そや、すぐに家臣になってもらいましょう。この信玄も一度は天下を夢見た宇都宮家の家臣となったからには広室様の天下平定のため尽力を尽くす所存。信玄公、しっかりと働いてください。報告いたします。先月の収支です。黄色い武将4人ですね。お手紙配ります。仲間にしても忠誠度がかなり高い状態で入るので助かります。かたじけない。